産車体の車作り。日産車体はここ神奈川県平塚市に本社、湘南工場、テクノセンターがあり、秦野市には秦野事業所、そして福岡県には日産車体九州があります。それではこの4つの拠点の特徴をご紹介します。本社湘南工場では NV200 バネット小型トラックのピックアップなどを生産。テクノセンターでは新型車の開発や試作モデルの製作。秦野事業所にはボディーパーツを作るプレス工場とテストコースをはじめとする実験設備。そして日産車体九州ではミニバンエルグランドや輸出用のパトロールなどを生産。日産車体で生産された車は日本国内はもちろん海外でも高い評価をいただいています。日産車体で生産された車は国内に出荷されるだけでなく世界各国へも輸出されています。高品質な車を世界中のお客様へ。日産車体。皆様こんにちは。日産車体株式会社代表取締役社長の富山隆です。ただいまより2025年3月期第2四半期決算について説明いたします。2024年度第2四半期の売上台数は新型コロナの影響から持ち直した23年度に対し減少し6万4000台となりました。車種別の売上台数を見るとご覧のようになります。売上台数は今年4月に生産を開始した北米向け新型インフィニティ QX80 が増加したものの、主に AD や NV200 バネット等の商用車が減少した結果、前年同期と比べ 11.4% 減少の6万3557台となりました。次に売上高についてです。売上高は売上台数は減少したものの、全型車に比べ売上価格の高い新型インフィニティ QX80 や新型パトロールの増加等により前年同期の1455億円に対し12億円増加の1468億円となりました。次に損益面について説明します。損益面では営業損益は商用車を中心とした売上台数の減少による影響や最先端の性能を有する新型インフィニティ QX80 や新型パトロールの連続した立ち上げに対し生産効率が十分に上がらないことにより売上台数が需要に追いつかず、また人員や生産時間を増やしたため追加の生産コストを要したこと等により前年同期の 4.8 億円に対し27億円悪化の22億円の損失。経常損益は前年同期の 6.9 億円に対し26億円悪化の19億円の損失。親会社株主に帰属する中間純損益は前年同期の 4.1 億円に対し18億円悪化の14億円の損失となり、今年度上期は前年に対し増収減益となりました。これらを踏まえ通期の予想について説明します。当社グループの主たる事業セグメントである自動車関連事業において前回予想に対して売上高は
新型車の売上価格が前回予想策定時点よりも高額になったため増加する見込みであります。営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益は、最先端の性能を有する新型インフィニティ QX80 や新型パトロールの連続した立ち上げに対し、上期は生産効率が十分に上がらないことにより売上台数が需要に追いつかず、またその対応で人員や生産時間を増やすなど前回予想以上に生産コストを要しました。下期は需要に応えるため生産効率を改善して売上台数を増加させることで、売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は上期に対して大幅に改善するものの、通期としては前回予想を下回る見込みであります。売上高は当初予想3287億円に対し、通期見通しで3513億円。営業利益は当初予想87億円に対し44億円。経常利益は当初予想90億円に対し49億円。そして当期純利益は当初予想54億円に対し24億円となる見込みとなりました。以上が2025年3月期第2四半期決算についての説明になります。お忙しい中、ご視聴いただき誠にありがとうございました。